パベル・ポドコルジンは、ロシアのプロバスケットボール選手。ロシア男子、プロバスケットボールリーグ2部スーパーリーグ B の、シビリテレコムロコモティフのボシビルスク所属。シベリア連邦管区のボシビルスク州、ノボシビルスク出身。ポジションはセンター。226センチメートル、138キログラム。セリエ A のパラカネストロ・バレーゼで、2003から04、シーズンは、 リーグ戦22試合に出場し、平均2.6得点、2.3リバウンド、アレブカップ14試合で平均4.1得点、3.6リバウンドを上げた。2004年の NBA ドラフトで、ユタジャズに一巡全体21位指名されたが、その後2005年の NBA ドラフト一巡指名権と、引き換えに交渉権が、ダラスマーベリックスにトレードされた。 ラスベガスで行われた NBA サマーリーグでは最初の2試合で平均14分に出場し平均6リバウンドを上げた2005から2006シーズンには右足の怪我で開幕から59試合に欠場するなど2シーズンでわずか6試合の出場で平均0.7得点1.8リバウンド0.5ブロックにとどまり2006年8月5日に マーベリックスから解雇された。ありがとうございます。